すごい上げてくれますねテンション。さすが。お久しぶりです。この間ちょっとだけ撮ったんですよね、実はね。美里さんとの会話です。そこはちょっと使うと思います。あ、本当ですか。それっきりだったので、ごめんなさい。なかなか。ずっとなんか乗ってくだ、撮ってくださるって言って。そうです。嬉しい。やっと撮れました。はい。自己紹介今します。あ、じゃあ今しちゃいましょう。はい、しちゃいましょう。はい。こんにちは。日本語で大丈夫これ。大丈夫です。日本語で大丈夫。はい。今日の担当ドライバーは富山奈々と言います。はい、奈々ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。で今日は、はい、今12時50分ぐらいなので、はい、20分のコースいただいたんですけど、はい、大体25分後ぐらいにここ戻ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと信号が変わったら。そうですね、今日結構浅草にぎわってません。すごかったです。すごかったですか。すごいですよ。お正月の時よりちょっと同じぐらいかな、はいはい、そのくらい。結構いる。久しぶりに。実は先週来てないんですよ。あ、やっぱり。雨降ったんでやめました。そっか。確かに雨。晴れないとなかなか動画的に。これカメラ濡れるんで撮れないんですよ。そそうですね、今日なんかこうタイミングが合わない。いいんですか、ゆっくり喋ってもらいます。今日はあの、はい、お団子なんです。お団子です、はい、あ、本当だ、かわいい。団子娘です。本当だ、かわいい。一応ポニーテールなんです。何人ぐらい乗りました今まで。出してない。あの、もうどのくらいだろう、8人とか9人とか。すごい。でもなんか足りないっていっぱいあのファンの人からリクエストが来ています。で私結構もう終盤だ、後半戦の。わからないです、これ順出す順番はね決めてないんですよ。あ、そうなんですね。撮ってるだけで。大変ですよね、ちょっと編集とか。そうなんです。もしかすると撮って、あの撮ってすぐに編集して出すって場合もあるので。奈々ちゃんもね、あの実はすごいリクエスト多いので、早めに出さないと。あのファンの方がダメよって言われて。ゆかちゃんとかテラちゃんとかがあれ、あ、でもね、奈々ちゃんでも人気なんだよ。いや本当ですか。あのジャパンエクスプローラーさんのに出てたんでしょ、はい、さっきも見ながらちょっと見てたんですけど、はい、そうなんです。そういう多分青い斑点の時。あ、そうです、ユニクロとのコラボの時。そうですよね、はい、なかなかあの動画出てる人少なくて、青い。そっか、確かに赤が通り気だから。そうそう、貴重なんですよ。乗ってないんで、はい、久しぶりです。楽しいです。久しぶりでもないか。いや、でも久しぶりでしょ。楽しいです。なんか乗ると気持ちが落ち着く。すごい、もうこの辺、もう見てる方もこの辺のバッチリですよね、きっと。そうですね、でもまあこの辺は綺麗ですよね。本当ですね、はい。あの金色の炎は、はい、あれ炎なんですか。炎です。知らなかった。嘘、知らない知らない。やった。教えてください、はい、どうぞ。あれは、はい、あのアサヒビールの会社っていうのはご存知ですか。それはわかります、はい。アサヒビールの社員さんの情熱の炎を表してます。はい、あ、そういうことなんですね。もともとこう縦にする予定だったんですね。で下の黒い部分がオリンピックの聖火台みたいなやつ、はい、なんですけど、日本ってやっぱ地震とかが多いので、建築基準が厳しくて、縦は危ないってなって、そうなんですね。横倒しにしちゃったみたいな。それでああいう感じなんですね。はい。僕はあの、キリンビールの似てるなとはずっと思ってたんですよ、アサヒビールの。不思議だった。すごい、新情報だったんだ、これは。
まあまあ多分ほぼ地震情報です。あの僕あのベラベラ喋ってるんで、はい、皆さんガイドすいませんとか言いながらインタビューさせてくださいとか言ってる。でももうちょっとしたらこの隅田公園の桜とか、はいはい、そうです、綺麗ですよね。はい、別にあのプライベートで出たい方がいらっしゃったら、あの全然僕は出演拒まないので、あの皆さんお願いしたいぐらいですけど、まずは仕事のところ取ります。なんちゃん、あのゆかちゃんと仲良しですよね。そうですよ、あの相棒です。そうですよね、二人三脚してませんでした。いました。いましたよ。あれどこまで行ったんですか、二人三脚。あ、 TikTok じゃなくて、あれ TikTok ですよね。そうですね、そっか、今までで3回二人三脚してて、はい、一番長いのが、はい、の第3弾の浅草から、はい、群馬県の伊香保温泉。これどのくらいの時間行ったんですか。3日間かけて。3日間ずっと歩いてたんですか、二人三脚で。そうですよ、寝る時以外ずっと足を結んで。寝る時とお風呂ぐらいですか、じゃあ。あ、そうです。あとまあトイレ行って。あ、そう、まあそうですね、そのくらいの。本当にじゃあずっと、はい、すごい。じゃあ信じてもらえないかもしれないんですけど、はい、本当にずっと結んでました。そうなんです。これあれさすがにいろいろカットしてるんで、はい、途中撮ってるんだろうなと思ってたんですけど、そんなことないんですね。みんなにタクシー乗ったとか言われるんですけど、はい、ちゃんと歩いてるんですよ。ごめんなさい、ちょっと映像乱れました、すみません。あのちょっと写真撮りながらたまに見とれることもあると思います。そうなんだ、本当に。伊香保温泉までって、これ海外の人が多いんで伝わらないんですけど、はいはい、距離にするとどのくらいなんだろう。すごい距離ですよね。最初 Google マップで調べた時は、はいはい、大体128キロぐらいって128キロで、まあなんか3日間あれば行けるかなって言って、はい、1日40キロ行くつもりだったんですね。そうです。でもなんか実際に歩いた距離は、はい、やっぱ途中迷ったりして遠回りになったりするので、はい、156キロ歩いてました。156キロ二人三脚したんです。二人三脚ってなんか外国とかにない文化ですかね、はい。ああ、分からないですよね。2人で足を結んでこう行くんですよね。あとであれですね、なんかちょっとイラストでまた入れたい。へ、はい、すごい、すごい足痛いですよ。そうですよね。そう、仲良しだなと思ってたんですよ。あの朝ハピってやってたじゃないですか、はいはい、そういうコーナーもあったんですね。で、なんだっけ、あれも見たんだよな、花屋敷かなんか。あ、はいはい、行ってない。2人で着物着てるのなかったですか。なんかちょっとすみません、ちょっと写真って撮ります。じゃ あそうで、今撮れるようになった。なんならこう乗ってる写真は大丈夫ですか。私は撮らなくても、私を撮りたいです。あ、私を、はい。ヤナちゃんを撮りながらの、あ、いい感じ、素晴らしい。これあの皆さんに伝わらないのが残念なんですけど、僕両手で撮影してるんですよ。本当すごい神業みたいな。私とゆかは、はい、あの研修期間が被ってたんです、はい、そうですよね、はい、この間ゆかちゃん言ってた、ちょっと先輩なんですよね。そう、私が先輩です。そう、言ってそれ聞いた、なんだか先輩ですって言ってた。2ヶ月ぐらい先輩なんですけど、はい、同じ研修時代を過ごして。そうそうそう、年は一緒。年一緒です。そうなんだ。やっぱ研修って結構はい、まだ慣れてないので、はい、大変なこととかもいっぱいあって、はい、大変ですよね、はい、今も研修してる人いますよね、何人。あ、結構いますね、今。なんか多いなと思って、多分あそこにいる人の何人か研修なんだ。そうです、そうです。こうですね、これあの皆さん、あの実は今両方で、おお素晴らしい、この足さばきとかが見たい人はですね、ぜひリールズ見てください。リールに入れます。これ上はこう日光を焼けるんですか。はい、あ、そうそうそう、これにサンフード、はい、すごい、日光よけと、あと ND フィルターって昼間の逆光よけも入ってます、うん、
あの一生懸命勉強してます。すごい。今日はこっちの方が会話が入り聞こえやすいです多分。あ、確かに、はい、向こうちょっと本当に今日人多くてそんなに大変だったんですよ撮影。やっぱそのじゃないけど天気いい日はやっぱり川沿いですよね。そうですね、川沿いがおすすめ。そう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 、写真と一緒に。かわいい。かわいい。何気ない感じが自然体。そうそうそう。なんかこれカイロ入ってますし、ここの。そうです、仕込んでます。そうですよね、はい、なんか座ってるとこは随分あったかいなって今思って。床暖房です。床暖房、はい、床暖入りです。床暖だから雨の日とかも、はい、結構もう人力車乗っちゃった方があったかいし。そうなんですね、濡れないし。知らなかった。すごいな。すごい面白い。そうなんですね、これね。すごい、これ本当に何をしてんだろうって思われるんですけど、あの両手でインスタのリールとか、あのどうしても、はい、リールを上げるのに、まあ、YouTube ショートにしようかどうかちょっと悩んでるんですけど、縦動画と両方撮らないといけない、大変なんで大変って、まあ、好きでやってるんだからいいんですけど。やっぱり、はい、なんかこういうのって海外の人にやってるんですか。はい、あ、僕のは 90% ぐらいが海外ですね。日本の国内の人は 10% いないです。男性がほとんどですね。そうですね、はい、やっぱじゃあ女の子がこういう、あ、それで女性の、そうなんです、力車ガールズを撮ってるんですね。本当は男性メンバーも撮っていきたいんですけど、ちょっとまだあの視聴者のとかファンの方の、うんうん、あの期待に応えるには、ね、記者ガールズの方が、はい、男性陣も面白いですよね。面白いんですよね。僕撮りたいんですよね。今日たくさんいたし撮りたいんですよね。でも男の人たちの面白さはなんか日本人の方が受けるかもしれない。あ、そうですね、分かんないけど、分かる気がします。そうだから TikTok とか見てるの面白いですよね。え、何、ジャパンエクスプローラーさんの動画を見て知ったんですか。はい、そうです、そうです。僕はジャパンエクスプローラーさんの動画を見て動画を始めたんで、なのでこれ毎回言ってますけど、あの何も知らない、カメラの撮影もわからないし写真加工も知らないし。え、嘘、こんな。あ、そうですよ。でももう見た目はカメラマンですよ。あ、電報にドリル入るんですね。あ、すごい。こっちに入ります。綺麗なとこ入ってきます。私ここ大好きなんですよ。これね、やっぱりあのた、あ、いい感じです。これ縦動画の方がね、あの綺麗なんですよね。実は足も全部歩いてる姿が入るんで、この実に僕思ったんですけど、だから上半身だけ映したらこの棒を持って歩いてる人みたいな。そう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 、棒持って面白い。棒持って走ってる人いいですね。なかなかないですよね。どう走る。じゃあちょっと YouTube の皆さんにも、ちょっと足元も撮ってみましょう。こんな感じです。これ全部が映らないんですよね。顔が映らない。ここは静か。お昼ご飯とか食べました。はい、お昼ご飯食べました。まだ食べてないです。お昼食べました。私はまだなんか適当な時に、はい、これからです。お綺麗ですよね、静かだし。いつも思うけど本当人力車なら結構目線が変わるので、はい、いろんなものが見えますよね。じゃあ後で奈々ちゃんの忍者シューズをちょっと忍者シューズの前で撮りましょうか。はい、忍者シューズです。今日はあの忍者シューズ、忍者シューズ、はい、忍者シューズ
エアーが入ってます。え、エアー入ってるんですか。あ、そうです。エアタビ服に来る。本当だ、ちょっと見せてもらっていいですか、はい、見るべきかな。走りやすいですよこれ。エアタビってあるんだ。そう、エアー忍者シューズです。ここに売ってますね。あ、ここで売ってるんですね。中屋さん、中屋さんです。素晴らしいです。これね、そう、これです。エアータビ。エアータビです。あ、こんな種類あるんですね。私も知らなかった。あ、そうなんですか。隠しエアーとかあります。かかとエアーとか。あ、すいません。よし、直りました。いろんなアクシデントがあるんですよね。カメラマンのお顔がたまには見えてもいいんじゃないですか。いや、ダメなんですよ。僕が出ちゃいけないです。そっか。はい、撮る専用。そうです。お、ここ綺麗ですよね。ここいいですよね。好き。私はあの大晦日の時、あそこの除夜の鐘、はい、除夜の鐘、はい、では108回ですね。108回鐘をつくんですけど、ここであの東京力車の人と聞いてました、はい、鐘を。あ、そうなんですか。はい。そうだった。まあでも聞いたのは10回ぐらいなんですけど、まあ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 、やめてちょっと屋台の方行ったんですけど、はい、そうなんですね。はい、時々者のみんな仲いいですよね。本当仲いいです。本当に友達みたい。みんな朝6時と大晦日の日に来てるので、はい、朝6時に来れば来れば来てます。頑張りましょうか。頑張りましょう。なんか独特のテンポですよね。独特の、はい、喋りのテンポ。あ、なんですか、はい、なんかそうなんですよね、はい、面白いんですよ。動画見た時も思ったんですけど、独特、あのオリ、すごいユニークな人だ。美里さんとなんかたまに似てるって言われたんですけど。そうですね、ちょっとゆっくりめの間の人、はい、だからゆかちゃんが弾丸なんで喋りがマシンガンとか。あの人本当すごい喋るんですよ。だから2人で喋ってる姿面白いですね。よくゆかと電話するんですけど、はい、そうなんですか。仕事でも一緒なのに電話もするんですか。なんかゆかちょっと今、うん、お休みを長く取ってるので。あ、そうなんですね。知らなかった。そうなんです。そう、電話をして、そうするともう私がいつも聞き役で、はい、ゆかが喋りまくって、すげー浮かんで。私はもうそれ楽しいんですけどね、はい、もう想像がつきますね。面白いですよ、仲良しですからね。やっぱり美里さんと似てるんですね、それ。あの、僕あの仕事上いろんな人と話すんで、はい、分かるんですけど、はい、テンポの取り方が似てます。間の取り方って、なので今日僕もゆっくりめに喋ってます。合わせてくださってる、はい、じゃあゆかとの時はどんどん引っ張っていく。ゆかちゃんの時の編集すごい大変でした。2人で弾丸あのマシンがどこバン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 喋ってる。あのもう間がないぐらい本当大変でした。ゆかもうなんか勝手に喋ってくれますもんね。はい、今日はあの編集が非常に非常にいい感じで楽なのんびりペース、のんびりペースですごくゆっくり。これね、喋った方がいいか迷うんですよね、いつも。だって結構あの、はい、なんて言うんですか、全こんにゃくの、はい、全部を訳してますよね。そうです、訳してます。私も大学でカンボジア語勉強してて、はい、あ、はい、で結構民話とかの翻訳とかするんですけど、うん、あれ本当難しいなと思って。でも翻訳はどうするんですか。自分で調べて翻訳するんですか、ちゃんと。そうですね、単語とか辞書引きながら、ね、僕は自動翻訳しかやらないんで、さすがに。え、自動翻訳なんですか。そうなんです、僕は英語喋れないので。え、本当ですか。はい、そうなんです。じゃあもう機会いいですね。そうです。でもそれでも大変そう。うん、まあちょっと大変ですね。カンボ
ボジア語も大変ですよ。カンボジア語なんでし、あ、いや、走ってからしましょう。はい、足さばきはあれなんですね、 YouTube の中に縦で入れてあげればいいんですね。同時にこんな感じですよ、これ全身の、そう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 、ちょっと見せてあげたいですね。もう綺麗な、ただの棒にならない、そう、ただの棒に今日のキーワードはただの棒にそれなんか TikTok ライブとか見てて思うんですけど、はい、なんか発揮してる人が、はい、そういうこの字の棒を持って走ってて、後ろから人が追いかけてるみたいな、そうですね、そういう感じに私は見えてるんですけど、あのこの角画角で入るとね、そうなります。カンボジア語なんでかですか。はい、カンボジア語なんでか、なんか東南アジアが好きだったのと、なんかもともとあんま他の人がやらないのに興味があるというか。そうなんですか。人力車とかもあんま女の子でやってる人いないじゃないですか。いないですね。だからちょっと選んでみました。あの力車ガールズに何人かと話して、はい、一つだけ共通点があって、はい、みんな好奇心旺盛ですよそれは間違いないです。うん、やっぱりこういう仕事を選んだだけあるなと思って。確かに元気だし明るいし。確かにみんな明るいからね、楽しいんですよね、うん、すごい、この絵はすごい。あの子さっきこの間デビューしたばっかりの。そうなんですか。はい、で誰がデビューしたばっかりなんですか。あっという間ですね。あっという間ですね。もうゴールが近づいてます。ほんとすぐですよね。なんか人力車ってすごいあっという間ですよ、ね、あっという間です。このね、撮ってる時のあっという間さとね、はい、編集してる時の全然終わらなさがねもう泣けてくるんです。悲しくなるぐらいで終わらないんですよね。確かに。私もそのゆかと人力車乗った時とか、はい、1時間ぐらい乗せてもらったんですけど。そうなんです。すごいあっという間でびっくりしちゃいましたね、人がいっぱいいるといいですよね。浅草だって毎日お祭りみたい。ほんとそう。だから何回来ても飽きないですね。うん、飽きない、ほんとそう。ただいま戻りました。戻ってきました。早い、もう終わりだ。前にはみーちゃんがいます。ピーちゃん乗りました。この間の席に乗りました。今編集中です。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ななちゃんです。これどこがカメラですか。これがカメラです。ファンの皆さんの待望のななちゃんです。可愛い。そうです。またじゃあ。また今度か、はい、次回。いつもはどの、土日とかいらっしゃるんですか。土日いますね。そうなんですか。明日とか。はい。今日、日、月と今週はいて、あとはこれから春休みなので、はいはいはい、結構います、ね、学生さんですもんね。そうですよ、そうです。ナナちゃんも撮ってね。あ、こんな感じです、こんな感じで見てみます、ね、今、ミサさんこのくらいの大きさで、この距離だとこのくらいですなるほど、結構近く感じてたよ。これ、多分使うと思いますけど大丈夫です、まあ、全然大丈夫、はい、普通に使うと思います。
はい、リクエストの2人です。今度ライドします。はい、お願いします。はい、仲良しです。仲良しアピールお願いします。なんか嘘っぽいですわざよく遊んでます。あ、そうなんですよ、はいはい、旅行とか行きます。熱海行ったりとか。日帰り、熱海は泊まりで、ナナとユカと私とモモで4人で行ってます。めちゃめちゃ後ろからこうやってずっと撮ってたんですよ。イルカと泳いでる。本当にあの、はい、一瞬一瞬だけでも使わせてもらえないぐらい。これ多分ほとんどあのカットなしで出しちゃうと思いますけど、はい、ありがとうございます。はい、行ってきます。いいですか。はい、大丈夫です。はい、3時14分で、はい、まあ3あれちょうど45分いただいたので、はい、4時過ぎですね。4時過ぎですね。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。